スマップの名言、中居正広。小さな幸せが積もりに積もって、俺は幸せ者だなって感じちゃうんだよね。俺の人生の主人公は俺だもん。相手を思いやる気持ちがあれば緊張しない。良いことしても悪いことしても神様が見てるよ。初めの一歩はマイナスの覚悟を持て。下手でも準備を怠らなければ罰は当たらない。幸せも悔しさもいろんなことたくさん感じたいね。笑顔っていうのは心からそう思わないとできないものなんですよ。今の自分を数年後には恥ずかしいと思える自分でいたい。幸せも悔しさもいろんなことたくさん感じたいね。笑顔っていうのは心からそう思わないとできないものなんですよ。木村拓哉。人間は好奇心を失った時が止まり時だと思うんです。こうしなきゃいけないじゃなくて、こうしたいっていう気持ち。自分の役だけを考えるのではなく、共演者やスタッフと一緒に作り上げていくものだから、後悔はしないですね。引きずらない。ふざけることもしっかりやることも、やるんだったらとことん真面目にやろうというのが好きなんです。僕らの仕事は求められなければ呼ばれないわけだから、現場に立たせてもらえる以上は作品で返していきたい。もらいっぱなしなんて気が済まない。たくさんの人たちの情熱に後押しされて、僕がカメラの前に立っていられる。経験は自分のポケットの中に絶対に入っている。ここから先は楽しさや勢いだけじゃ進めない。思い続けてさえいれば、いつか時期が来て実現できることもきっとあるって。草なぎ剛。自分が納得いく自分になりたい。自分でラインを引かないで、失敗を恐れないで、新しいことするのであれば失敗しようよっていう気持ちでやればいい。失敗した時に本当に落ち込んで立ち上がれなかったりするのがいけないことで、それが本当の失敗。苦手だと思うそれをちょっと乗り越えたところで、自分の知らない自分と出会えたりする。やる前から諦めるな。出会いは偶然で必然だから人生面白い。行き詰まったりする時があったとしても落ち込まないで、何かきっと方法はあるから。真っ白なキャンバスじゃないといろいろな絵が描けないので、常に真っ白な状態ではいたい。香取慎吾。明日を生きる人、振り返りません。いい方向へ、いい方向へ考えよう。人生プラスに考えよう。いくらムカついても自分がキレるんじゃなくて、向こうがキレたら逆に笑ってやるくらいの自分でいたい。人はそれぞれってことをちゃんと認める。その上で深入りしない。深入りしてきたらきっぱり断る。距離感は大事だよ。今日や明日を生きるのはすごく好きだけど、昨日や去年はどうでもいい。自分をじっくり振り返る時間ってないけれど、振り返れないのも悪くないなと思ってるんです。もし辛い時は、それに笑顔でも何でも良いから、何か一つ足して幸せになってください。女の人はみんな強い。いざという時、心の底から強さが湧き上がってきて、ちゃんと乗り越えていく。稲垣吾郎。最後の決断は、それぞれが責任を持ってファンを大切にしていくために決めたことなんですよ。新たなスタートを切るときは、もうゼロになる覚悟だったんです。意思が通じてないことはないです。愛してますし、喧嘩したわけでもないし、話し合いはできているんです。絆というか通じ合ってる心はある。楽しいです。いろんなものが剥がれ落ちたような気がして、ストレスもないし、生きてて今が一番楽しいですね。これからも成長しなければ、成長し続けなければいけない。そう思えるようになったのが僕にとっての成長だったかもしれません。人の心は人の心が救うと信じています。